ということで、はい、日付は変わってしまいましたが、はいはいはい、8月30日は、うん、こちらにいらっしゃる池崎理人くんの23歳の誕生日でございました。ありがとうございます。おめでとう。おめでとう。ありがとう。今日はねもうインスタライブもね、うん、やってきてからね、はいはいはい、そうヒロムと俺と雄大と、うん、タケチの4人でね4人でやってきました。お寿司も食べて、そう、はい、そしてその後その4人でお風呂も入って、そうなんですよ、マウナもして、そう、そのね最高じゃん。その勢いでちょっとね、うん、そう、はい、整ってきちゃいました。すごい気持ちいいのよ。だから今すごいいいテンションなのね。そう、いいテンションなんですよ。いいね、うん、誕生日メッセージもどしどし結構来てますよ。来てます。ありがとうございます。リー君おめでとう。イエーイだって、うん、イエーイ。ありがとう。そのテンションは何なんだ。ありがとうございます。いっぱい来てるよ、うん、本当にね、いろんな人からお祝いしてもらってね。ほうほう。インスタのメンバー機能のやつでさ、うん、はいはい、メッセージくれるじゃん、うん、あれも嬉しいね。ああ、そうですね。なんかヒロムがちょけてたやつ。あ、ちょけましたね。騎士風でなんか送ってきてたやつ。そうそう、ちょっとね。池崎理人よ。よくぞここまで生きてこられた。なんだそれと思って。いきなり、うん、いきなり。でもみんな、さんが、はい、理人、ハッピーバースデー、今年も乗るか反るかしような。おー、いいメッセージですね。乗るのか反るのか。どっちかにしような。ありがとう。今年もいっぱいしましょうね。どっち？今年は。今年はソル説。いや、乗っていこう。今年は乗っていこう。乗っていこうね。今年も乗っていこう。乗っていこう。乗っていこう。ソっていくって何なんだっていう話ですけど。そう。で、この前全然違うんですけど、うん、ピクサーさん、ディズニーピクサーさんの、はい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 、インサイドヘッド2の満員、あ、じゃあ満員じゃない。大ヒット。お礼ライブにね、こう僕も参加させていただきまして、してたね。そう、その後ね、花束、うん、なんかフラワーアートみたいなのをくださってね、はいはい、それがいいなっていうキャラクター、あー、いいなね、クリックリの可愛いですね、いいね。そう、あれのね、コラボデザインしてくれたじゃん、うん、そう、あれのリヒトバージョンのね、お花をくれてね、めちゃめちゃ嬉しかった。すごいよね。すごいね。もう夢でしかないよね、本当。いや、本当だよね。皆さんからお祝いしていただいて、ぬいぐるみにいっぱい囲まれてね。そうマジで幸せでしたね。すごいことだよな、おかしいで、ね、今日ね、インスタライブ4人でしてた時、最後ね、はい、ハグしてくれたじゃん。そう、映画のシーンをね、そうそうそう、はいはいはい、結局答え合わせもせず終わっちゃったけど、再現しましたけど、まあまあ、うん、そう、映画ですよね。そうそうそう、今の話の流れで、そう、インサイドヘッド2のね、はい、激アツシーンね。そうです、はい、涙出るよ。あれ涙、シーンはもう最高だったんで、ちょっとこれは見てもらわないとです ね、ね、見てほしい、うん、ね、本当に、はい、うん、嬉しいです、ございます。幸せな誕生日でした。いいですね、はい、ありがとう。それじゃあ、はい、ということで、メッセージ以上になります。うん、ありがとう。はい。はい、ごめん、台本が大丈夫ですよ。台本が散らかっています。あ、ヒロムがそういえばそうだね、はい、カバーコンテンツを YouTube に上げてましたね。あ、そうなんですよ。あ、そうなんですよ、うん、ちょっとね、つい先日聞きましたよ。はい、つい先日カバーコンテンツをね、見させていただきまして、ちょっと話は変わるんですが、はい、はい、うん、はい、歌っていただきました。たくさんあった、うん、あ、聞いてくれた、うん、ありがとうございます。ちょっとね、今回バンド体制での、ね、ね、弾いてたし、しかもさ、うん、これ言っていいのか分かんないけど、はい、ギターの人とか、そう、ね、サマソニーでやってくれてた方とかだもんね。そうそうそう、サマソニーで ね一緒にサポートでやってくださってた方で、ね、嬉しいな。いや、まあ、本当に嬉しかったですね。でもすごい、うん、ありがとうございます。でも2人もさ、うん、あれドラムだよね。そうやってたじゃん。そ う, そ う, そ う, た、ね、そう、だからなんかそういう楽器の披露とかをいつかしてほしいな。全然やりたいですよ。ね。てよ。マジでいつか一緒にできたら嬉しいっす、ね。確かに、ね、一緒にやりたいね。ね。やろう。ということで、やりましょう。じゃあやりましょう。やりましょうご。はい。曲に一曲聴いてください。リサでキャッチザモーメント。僕たち INI メンバーがおすすめエンタメを紹介するレコメンド INI、 皆さんにぜひ見ていただきたいおすすめの映画やアニメについてお話ししていきます。そして今週はリスナーさんからのおすすめを紹介していきます。
クリストファー・ノーラン監督のテネットを紹介します。おお、出た。本当にやばいです。まず一度では全く理解できません。解説などを読んでみて、また解説を読んでみて、気づいたらテネット中毒です。あらすじはシンプルで、時間逆行装置が悪者の手に渡らないように阻止するスパイの話です。よくあるタイムリープものとは全く違い、人や物が世界に逆らって逆に動くのです。その映像を CG 等を使わず、ほとんど使わず撮影した過ごしてる映像が見れます。音楽も半端ないです。ぜひ大音量で見ていただきたいです。私は公開当初に映画館で見たのですが、見終わった瞬間にもう一度予約しました。何度も言いますが、一度ではほぼ理解不能なので、忙しい INI の皆様にお勧めするのはいかがなものかと思いましたが、私の大好きな映画なので、ぜひ飛行機の中などで見ていただければ嬉しいです。うん、出ました、テネット。昨日ちょうど俺、ね、テネット T シャツ着てたの。着てたよね。そうそうそう、あのね、そうね、テネットは難しいよね。いやー、理解できなかったもん、俺1回見たけど。わかんないよね。途中で断念しちゃった。ね、ユーデ、でもそのレベル、本当に。ユーデ大好きって言ってたな。うん。クリストファー・ノーラン監督の作品はでも好きよ。あれだよね、あの、うん、インターステラー。そう、インターステラー。そうそうそう、一緒なんだ。そう、意外とでもね、あの、ダークナイトとかバットマンも作ってた。そうなんだ。おもろいのよね。確かにこうやって考察をしっかり見て、うん、なんか理解しようと何回も見たらめっちゃ面白いかもね。絶対そう、うん、マジで作り込まれてると思う。しかもこの映画さ、うん、そのトラビス・スコット、そうそうそう、 T シャツもそうだったじゃん。そう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 、ビートの、うん、の曲がさ、うん、流れるところがさ、めちゃくちゃかっこいいんだよな。ぶっ飛ぶよね。ぶつつつぶつつつぶつめちゃくちゃつまってる。いや、それが聞きたいがために最初ね、見たんよ。あ、そうなんだ。そうなんだ。いや、むずーって思って、本当に。マジでね。結局消化しきれず、まだ本当にちょっともう一回見てみようかな。でもちょっとね、うん、そう、最近その T シャツも着てて、うん、なんか気になる、気になるよね、気になってきた、うん、俺も気になってきた。なんかタイムリーだよね、うん、これ俺らに見ろっていうお告げだね。ね、お告げかもしれない。こんなね、ないもんね。乗ろうか、じゃあこれに、うん、これ見よう、見てちょっと語ろう、みんなで。いい、ね、語りたいね、うん、語ろう。ちょっと見ます、見ようと思います。いいね、共有していきましょうよ。ちょっと、もうすぐ一台終わっちゃうけど、あ、タジ、読もう読もう読もう、なんか読んでいこうよ、ね、タジってさ、うん、絶対チーカー好きじゃない。なんでそんなんか、なんかおっさん風に今食卓さんになりきったよ。そういうこと、うん、ちょっとじゃあなりきって読んでみて、もうちょっと。 MA さん、うん、働く細胞、告示前に急いで全部見た。ちょっとだけ国士の役に立ったよ。どんな想像してる。国士の役にも立つってすごいね。すごいね。すごいね。どんな見方してる。リストもやってみて。俺いいよ、はい、いきます。どんなお便り来てるんですか。祭りさん、うん、はい、テネット見たいと思ってなかなか見れてなかったから見よう。いいね。もういいね。年齢層も全然わからないけどね。めっちゃわからないけど、名前だけ。ME さん、 ME さん、タチ君結晶バンちゃんつきそう。コウメ太夫さんみたいな。もう結晶バン言ってる。結晶バンとか言ってた。やばい、ちょっと収集つかない。はい、もうね、これだから生放送はね、うん、もうフロイネの生放送は深夜ですから。そうだね、俺らもね、そのテンションがちょっとおかしくなっちゃう。テンションおかしくなっ、はい、すいません。そうなんですよね。面白い、うん、最後もう一回だけやっていい。M ちゃんさん、はい、トジ君働く細胞好きそう。でも分かりやすくて面白いよ。医療従事者より。医療従事者よりやばいね。医療従事者だったんだ。すげえ。うわ、今医療従事者っぽい話し方をしたのね。ちょっとね、かっこよくやってみた。いいね。医療従事者より、医療従事者より働く細胞絶対好きそう。でも辛しやすくて面白いよ。医療従事者より。カミカミや。ごめん。めちゃくちゃ。いやー、いや、これいいね。早いね。早い。エンディング早いよ。いや、本当ですよ。もうなんか。もらってたら1時間終わっちゃったよ。広めもやってみてよ、ちょっと。全然いいよ。何？広めって。やってみてよ。ちょっと最後ね。うん、なりきって。なりきってみて。最後。ちょっと待って、ごめん。はい、最後、コトさん、ショゴの化粧番ちゃんの言い方クソ。はい、
ということでここまでは INI の高塚ひろむと田島翔吾と池崎理人でした。2時からもフロム INI をお送りします。この後も聞いてください。